何ら詰め合ってか。そうです、あたすが変なおじさんです。変なおじさん、変なおじさんと。さあ本日は2022年12月の29日でございます。仕事納めになり、年末年始の休日を楽しむ人が増えてくる頃ではないかと思います。さあそんな中でですね、暇だなーっていう人もいると思うんですよね。まあなんか映画でも見ようかなっていう方、特にネットフリックスを持ってる方限定になってしまうんですが、今日は B 級の映画、ネットフリックスの中で見れる B 級の映画を3つ紹介したいと思います。 B 級ね。はい、その3つがこっちです。1つ目はサーチ、そしてその次がもし昨日が選べたら、そして最後にコラテラル。この3つでございます。1つずつちょっとだけ紹介します。まず1つ目のサーチから説明していきたいと思います。まずこれね、結構まずちょっと変わったところがあって、何かというと、主人公がアジア人のおっさんなんですよね。これね、アメリカの映画で、しかも英語ですよ。英語でアメリカの映画なんですけれども、主人公がアジア人のおっさんなんですよ。まあ、アジア人といってもですね、多分アメリカで生まれたアジア人で、英語はもう、なんていうの、もうネイティブレベルの、もう普通にペラペラ喋る人たちで。ね。まあ、でも、なかなかね、アジア人のおっさんが主人公になるって、これ珍しいんですよね。なんか、ジャッキー・チェーンとかだったらね、確かにありますけど、これなんかもう、だから B 級なんですよ。この無名の、アジア人のおっさん。だからまあもうこの時点で、まあ B 級なんだなということを察してほしいんですけど。でもね、内容はね、B 級なりになかなかに面白い。まずね、またもう一個変わったところがね、この普通の映画というよりはなんかね、なんかインターネット時代、このソーシャルメディア時代に、作った新しい形のなんか構成なんですよね。なんかこんな風にですね、結構この画面上にこうどう映るかとかさ、なんかね、こうちょっと視点が、カメラの視点が面白いんですよね。で、もう一つね、いいのが、まあ、僕たち、英語学習者にとってはね、この、なんか SNS の会話とかで、こう、へえ、こんな言い方するんだみたいな、そういうことがちょっと、まあ、勉強になるっちゃなるんですよね。でね、ストーリーも意外にB 級なりに悪くないです。おーってサプライズ感もあって、退屈することなく見ることができるので、まあ B 級ですけれども、これ一つ目がおすすめです。はい、その次、もし昨日が選べたらっていう、これなんですけども、これね、正直、最初の前半はちょっと、バカバカしく見えるかもしれません。というのは、この主人公はアダム・サンドラーって言って、コメディアンの方なんですね。アメリカで、まあ、有名なコメディアンなんですけれども、僕も結構好きなんですけれど、なので、とりあえず、まあ、一応、これはコメディに入るのかな？コメディに入るんですが、前半は確かにちょっとバカバカしいです。変なリモコンをゲットするんですよ。で、そのリモコンが何かっていうと、自分の時間を早めたり、戻ったりっていう、そういう時間をこう操れる、こうリモコンをゲットできるんですね。で、最初は、こう、ね、面白いじゃないですか。時間をね、早めたり、戻ったりするって面白いから、こう、それで遊んじゃって、で、なんか、うわーこれ楽しいぜ、みたいな風になるんですよ。それが前半なんですわ。なんか、ちょっと、前半は、バカバカしいところがあります。ただ、そうやって、時間で、遊んでしまったがために、後半から、だんだんと、ちょっと、話がおかしくなってくるんですね。ね、勝手に、こう、嫌なところをスキップしていったためにですね、だんだんと人生がおかしくなってくるっていうお話なんですけれども、まあこれ見終わった後はですね、この今という時間を大切にしましょうってよく言われるじゃないですか。それを、その言い古されたその言葉を、こう、ああそういうことだねって、確かにそうだねって、この今の時間を、この今の時間が悪かろうが良かろうが、この時間って大切にしなくちゃいけないねって
ちょっとしみじみと思ってしまうという、ちょっとセンチメンタルな気持ちになる映画なんですよね。だから僕にとっては、これ、まあ、コメディはコメディなんですけれども、なんかちょっとセンチメンタルになっちゃいましたね。うん。なので、前半は、まあちょっとね、我慢していただいて、まあ見ていただくといいかなって思います。さあ、そして最後。コラテラル。コラテラル。これはですね、トム・クルーズが主演なので、メジャーじゃないかと思うかもしれないですけど、この来られたらはね、そんなにこのトム・クルーズがやってる映画の中でそんなに有名になった映画ではないんですよね。どっちかって言ったら B 級に入ると思います。一応先に言っとくけどですね、トム・クルーズがこう、悪役なんですよ。珍しく。トム・クルーズが悪役なんですよね。で、頭もちょっとこう、白髪で、なんかいつものトム・クルーズとちょっとね、違う感じがすごい出てるんですけれど、まずね、これちょっとね、個人的な気持ちもあるかもしれないんですけど、舞台がロサンゼルスなんですよね。私、ロサンゼルスにやっぱり10年ぐらい住んでたので、なんか例えばこういう景色、夜景とかが、あれロサンゼルスだよねって思って、なんかそういうところでちょっとなんか僕は好きなんですけど、で、あらすじだけちょっと話すと、あるタクシー運転手が、ふっと乗せてしまった、まあお客さんですね。乗せちゃったお客さんが実は殺し屋だったっていうね。ちょっとまあかなり不運なとこなんですが、だから そもそもコラテラルっていうその意味が、まあこう巻き添いを食らうみたいなさ、そういう意味も含まれているんですが、で、結局ね、その殺し屋とグルになりたくないのに、全然グルになりたくない、すごいいい、ね、すごい真面目なね、運転手なのに、もう知らぬ間に、こう、犯罪に巻き込まれていってしまうっていう。で、まあ最終的には、まあ直接対決になるんですけれど、うん。まあなんかロサンゼルスが舞台で、それがしかも夜で、で、ロサンゼルスってあんなに大きい街なのに、あんまり地下鉄っていうかさ、その電車っていう、その交通網があんまり発達していなくって、どっちかって言ったら車社会なんですけれども、まあ珍しく、まあ地下鉄のシーンが出てきたり、結構ね、ロサンゼルスが好きな人には、結構ロサンゼルスのいろんなシーンが見れて、僕は好き、いいんじゃないかなと思うんですけど、で、やっぱりまあ B 級って僕言いましたけど、やっぱりさすがにトム・クルーズと、あともう一つ運転手の方は、ジェイミー・フォックスさんつって、この人もまあ、有名な、アクターなんですが、B 級とは言いましたけれど、やっぱり、面白いですね。ストーリーもちゃんとしっかりしていて、ぜひ、お暇の時には、持ってこいだと思います。はい、そんなわけで、年末年始ってね、意外に暇になる時が多い人もいらっしゃるみたいなので、ネットフリックス限定になってしまうんですけれども、よかったらご覧ください。ではまた。